渡辺清文久元年5月7日は、尾張国名古屋出身の復古山和絵画家。同時代の絵師、谷文長から名古屋の上手と評された絵師。尾張国名古屋城下、本町通り沿いにあった、縫い白行であった、利平の家に生を受ける。陽名は中吉、通称として助け。幼少より、絵に親しみ、吉川英心や吉川義信に習う。清は、 ほどなく、東格を表し、吉信から、雪調査、集計の号を与えられたという。1802年永新が亡くなり、同郷の中林武道、山本梅一と共に上京、土佐派の土佐光貞や、兄弟子の田中突言に支持する。母が気がかりだった清は、3年ほどで郷里名古屋に、戻る。帰郷後は、長者町一丁目に京構え、家塾を開いた。 真の絵は評判となり、その住所から長者長先生と敬意を持って呼ばれたという。その評判は藩主の耳にも届き、終わり藩十一代藩主、徳川成春の命により、上皇寺祖病の修理を梅市と共に担う。また、名古屋東照宮の祭礼、名古屋祭りの本庁商場者、中市町石橋社などの出汁の彫り物の下絵を担当としたともされる。 これらの功績が認められ、1857年、修門寺分一礼、容認支配、縦脇、のしめかたぎぬの着用、年頭おめみえを許されるといった支部に取り立てられた。弟子に、長男の広志、三男の元をはじめ、高久高志子、大石正虎、吉田田田縁、日々の白景、木村金憂れ、夏目修学など。彼らの流れは、近代の森村二頭。 山田明恵につながっている。作品は、突言画を踏襲しつつも、名古屋人好みの絵を描いた。源氏絵身あ溢れる描写と、優雅な色彩で人気があったとみられ、遺品も多い。細野正し真の聞き書き、書家雑談には、谷文長評を深学を曰く、老徹者、日本の下手、新社、名古屋の上手と、文長が、名古屋の絵師を評価したという。ここで文長は清を、 名古屋の神手と褒めているように聞こえるが、前段の小島老哲を国表していることからすると、単純に褒めているとは言い難く、名古屋では認められても、全国では通用しない画家という揶揄が含まれている、可能性が高い。実際、現在まで真の知名度は、名古屋周辺のみで、全国区とまで言えないことからも、文庁の表は良くも悪くも、真という絵師の確信をよく表していると言える。 ありがとうございます。